日本の競争馬である。馬名は、冠名の、栄心とドーバー海峡に由来する。2004年10月23日、デビュー戦となった京都競馬場での2歳新馬戦では、幸い秀明が起乗し一番人気に、支持されるも、後に、新潟対商店を制す、ブライトトゥモローに敗れ2着だった。なおこのレースには、 他にもマルカラスカル、サンライズバッカスも出走していた。2戦目の未勝利戦では、2番人気に支持され、レースでは1番人気だったマルカラスカルに勝利し2戦目で、初勝利を挙げた。2005年の4戦目、トイミ特別で500万下条件を勝ち上がり、その後、藤岡雄介に乗り換わって、ホズキを特別。 オリオンステークスを制止3連勝でオープン馬となった。2006年、重賞初挑戦となった京都金杯では、川島真嗣が起乗し4位に入選するが、最後の直線で、チアフルスマイルと名称オスカルの進路を妨害したため12着へ、到着となった。再び、藤岡祐介が起乗した小倉大賞店では一番人気に、支持されたが2着、その後、中京記念。 新潟大賞店と重賞を2 0走り、いずれも2番人気に支持されたが、それぞれ4着と5着に敗れた。初の GI となった安田記念では、海老名正義が帰場し、最低人気の18番人気で12着に終わった。その後、1600万下クラスに高級となり出走したゴールデンホイップトロフィーでは、 クレイグ・ウィリアムズが起乗し、約1年ぶりの勝利を挙げた。ちなみに、クレイグ・ウィリアムズにとっては、これが、JRA 初勝利となった。2007年、前年と同じく、京都近畑、小倉大賞店に出走するもいずれも2着だった。そして迎えた、半球杯は、長教師の湯浅三郎が2月いっぱいで、定年引退するために、 岩佐九社所属としての最後のレースとなり、プリサイスマシーンと同着ながら、重賞初勝利を飾り、岩佐市の引退に花を添えた。3月より、尾崎研究者に、天馬屋市、天馬屋所戦のマイラーズカップは6番人気で7着に、終わった。次の KO ハイスプリングカップでは、5番人気ながら、首差で制し、重賞2勝目を挙げた。 しかし続く安田記念では6着に敗れた。レース後は放牧に出され、秋は前哨戦を回避し、第24回マイルチャンピオンシップでレースに復帰したが、8番人気で7着だった。その後、阪神カップに出走し、ローレルグレーロと同着の4着となり、1年間に2度の同着を経験することになった。2008年、3年連続で、 京都金杯に出走するが、7着に敗れた。続いて、前年制した、半球杯には出走せず、同じ日に行われた、中山記念に出走するが惜しくも2着だった。その後のマイラーズカップ、安田記念では3着だった。秋初戦は、富士ステークス。一番人気に支持されたが4着だった。その後、 本番のマイルチャンピオンシップでは16着と大敗した。続く、阪神カップでも15着と大敗した。2009年、富士ステークスで復帰したが見せ場がなく16着と大敗した。この年は一戦のみに終わった。2010年、金シャチ賞では、後一位追走も直線で一杯になり10着と大敗した。 箱館記念でも金シャツ賞同様の競馬で11着に終わった。札幌記念では、最後方から追い上げるも8着、初のダート戦となった。エルムステイクスでは、後位追走も4コーナー付近で後退してしまい12着と惨敗が続き、ついに10月15日付で登録を抹消して引退、愛知県日清市の愛知牧場で乗馬となることになった。ありがとうございます。